どうもこんにちはゲームボーーームエミュレータをーを作るの続き今日は前回の続きをやっていく予定なんですけどもその前にね前,前回の動画でコメント頂い,いててちょっと昨日言えばよかったんですけどちょっと昨日は気づかなくてコメントに今日ちょっと紹介させていただきますこのページを教えていただいたんですけども「えー、とエミュレーティング・ザ・ケム・ボーイ」っていうのでググった時に出てくるこのページが 役に立つんじゃないかということで教えていただきました。ありがとうございます。で、ちらっと見てみたんですけども、えっとグラフィックスに関してもかなり詳細に書いてあって、スプライトに関しては描画のサンプルコードまで載っているので、ちょっとわからなくなったらこのあたりを見ていこうかなと思います。LCD 見てないな。あ、スキャンラインズってあるね。ちょっとこれめっちゃ役に立ちそうだな。 ちょっとここをめちゃくちゃ参考に見ていきたいなあーこれですね <laughs> まさにこれだなこれをしたいんですよああほらほら456ってあれでしょうね144はい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 あなんかこんな感じですこんな感じこんな感じのことをね昨日あのダイアグラムというかこ,こ,これじゃないこれじゃないって <laughs> これじゃないんだ。スクローリングじゃなくて LCD のレンダリングか。あ、ここの話ですね。ここの話を、のところだと思われる。456が横幅ですね。横幅456。で、スキャンラインカウンターが456で、スキャンラインカウンター、ちょっとこれ見ていくか。えっ、ー、と、待てよ。待てよ。 ちょっと待って。えっ、ー、と、そうだなち。ちょっと、ちょっと後にしよう。ちょっと後にします。えっ、ー、と、前回実装したところの話の続きを先にやりたいので、えっ、ー、と、前回ね、SDL2 っていうのを組み込んで、えー、今、実行をかけると、単純に、こう、画面が出て、真っ黒になってるという状態で、えっ、ー、と、一応、横が、えー、いくつだっけ、160×3。3 高さが 144×33 倍のスケールになっているはずなんでそれが真ん中に出てくるというだけですね。でハンドルユーザーインプットで、えー、とキーボード入力をあの制御できるんですけどもクイッドイベントクイットで、ね、ここの×ボタンかエスケープキーですねを押した時に、えー、プロセスエクジットするってことになっているのでエスケープキーを押すと終了すると。 いうようよなところまで一応できてますであの黒い画面に何かを出したいって時はどうするのかっていう話をちょっとしたいそこまでやったら、えー、と前回チラッと見てたこれかなライティングネセメレーターインダストのところを参照する必要なくなるはずなのではいというところで見ていきますでスネークゲームで何をしなきゃいけないかというとですねこう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  あ、これ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 ,これ。えー、っとね。レンダースクリーンステートに当たる部分をやらなきゃいけないんですね。で、ちょっとこれをちょっともらってこようか。はい。レンダースクリーンステートをここで回してたはず。レンダースクリーンステートっていうのは前回消しちゃったんですけども、レンダースクリーンステートは、ここじゃないな。これがあって、この下か。 レンダースクリーンステートをしてえっ、ー、と何か更新があったらアップデートを呼び出してでスクリーンステートを渡してゴニョゴニョということをやるという感じなのでまずこのスクリーンステートというのがまず必要になりますのでこいつを持っていきましょうこれはまあここに書いておくとはいでここはゼロアズ U8 えっ、ー、と U8 が入ってんだね で3あそうか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 あのこれは、えっと、本当にだから RGB が1個ずつ U8 なんで U8 の形を U8 をザーッと並べたもので 32×3×32 32っていうのはもともと 32×32 の大きさの画面をこっちでは想定してたのでここ 32×32 32ですね。で3は RGB の3つっていうことで3。 っていうのでだからここ 160×144 になって3は RGB の大きさですねっていうのがまず必要になりますそうすると画面の大きさ今出してる画面の大きさとぴったり合うとでレンダースクリーンステートというのを呼び出してあげたいんで一旦ここでやっちゃえばいいかなレンダースクリーンステートを呼び出して CPU いらないんで一旦超適当にスクリーンステートをやって でそしたらこのスクリーンステートをそのまま、えー、とここに渡すんだっけかな、えー、とアップデートでアップデートをした時にスクリーンステート 32×3 というふうに指定するんでアンドスクリーンステートでアップデートでピクセルデータでピッチは 32×3 じゃなくて 160×3 ですね多分ね横幅のことだと思います。 はい、でレンダースクリーンステートを適当に実装しますレンダースクリーンステートは一旦こんな感じなんだけど超簡単に書きますね、はい、レンダースクリーンステートで CPU 選んで、まあ、フレームという形でもらってきてますでここの大きさは 160×3×144 のはずなのでこういう形にしてそうするとエラーがなくなりますねでフレームもらってきますでフレームでカラーをもらって でくるカラーは基本的にはこんな感じなんでホワイトを出しましょうかはいいいねよいしょあーとあなるほどねはいはいはいホワイトを出しますレッドカラーでこうですね でブ,ブール返さなくていいんでこれでいいん、はい、ででこれやフレームインデックスも別にいらないとそしたらフレームのどこに出そうかなってことなんですけど一番左上にしますフレームの0はカラーの, R のえーと RGB の RRGB の0か 0RGB ごとに入ってるはずなんでえっ、ー こんな感じかな単純にただただねあの色を取ってきてその色の RGB を123と012と埋めていくだけですねはいえー、っとドットだドットドットドットで指定するのかこれはまあこここんな感じかよいしょまあこうしますか とカラーでで取れるんで .rgb かちょっと RGB で取れるんでこれが B1B2B3 ってことですね、はい、はい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 で012が一番左上で345がその隣の色ということになるはずなんでこれで一番左上にね色が出るはずです ああ大丈夫かなあ,あ出た出たほら <laughs> わかりにくいけど出ましたねだからこれをく繰り返していけばえっ、ー、と色が出るとえっ、ー、とホワイトのほかに何色あったっけ、えーとまあ、グリーンにしてみるか分かりやすそうだから、はい、グリーンですとで12012345ですね345がやってあげると隣が緑になってますね分 <laughs> かりにくいけどはいっていうような形で えとここでねあのこのフレームに対して色指定をボーッと入れていけば画面ができますなのでこれを頑張ってゲームボーイのエミュレーターの方から今の状況を取ってきてそれをプロットしていけば画面ができるというようなところでこれでね SDL 関連はあと覚える必要ない <laughs> こんだけですはいあの描画に関してはね基本はこんだけなんで あとはこれを発展させていくというような形にしていこうと思います。よし、じゃあ、早速ですけど、PPU の方を作っていきましょうか。じゃあ、これはもういいかな。さようならと。はい。じゃあ、PPU の方なんですけど、必要になるものをちょっと上げていこうと思います。で、ちょうどね、あの教えていただいたこのページがめちゃくちゃ役に立ちそうなんで、 翻訳しながら見ていきますか、えーとひえー、と一応予想として必要になるものは、えー、と前回話をした PPU の話で出てきた、えー、LCD コントロールと LCD ステータスレジスターってこの2つがレジスターなんですけどこの2つのデータが必ずどこかに持ってなきゃいけないのでこれが必要になります必要になるはずですあとは とレンダリングのこのパイプラインの話とパイプラインっていうかねここのこの話は前回話した通りで、えっと、どこで何をしなきゃいけないかっていうのがここにあるんで、まあ、このあたりのことが書いてあるんだと思いますはいということで見ていこう、はい、で画面解像度は 160×144 え144になってたっけなってたよねなってたねうん でつまり144本の可視スキャンラインがあります。原防は1から153まで各スキャンライン1本ずつ描画します。はい。これその話がここの話ですね。百四十0ロからだから144まで可視スキャンラインあの出るところがあってそこから下の153までは出ないっていう話ですね。はい。8本の不可視スキャンラインがあるということです。 現在のスキャンラインが144から,、ね、14ら153の間にある場合これは垂直ブランク動機 V ブランクっていうやつですね機関です、えー、現在のスキャンラインはレジスターアドレス 0xff44 に格納されますだからここに、えー、とスキャンラインを入れておかなきゃいけないでパンドックスによると1本のスキャンラインを描画して次のスキャンライン移動するまで 156CPU クロックサイクルかかるためというのが、えー、ここの156ドッツってやつですね。456ねでその。そのうちの80がモード2。172から289。まあ、この間ど、どの値を取るかわからないらしいんですけど、これがモード3。で残りの87から204。172だったら204。えー、20 289だったら87ってことですね。 えっと、モード0っていうあのモードで、えー、全体としては 156Hz、えー、というか160クロックサイクルかかるとで次のラインに移動するタイミングを知るためのカウンターが必要になりますそうですね次のラインに移動するためのスキャンこれを M スキャンラインカウンターと呼びます、はい M、スキャンンンラインカウンターここにありましたね M スキャンラインカウンターはサイクル図をもらってきて M スキャンラインカウンターを引いてる形になるんですけどこのサイクル図ってやつは CPU の1命令を実行,実行すると何サイクルかかりますよっていうのがここに書いてあるんでこっちだっあこっちかなこっちかなこっちここに書いてあるんでここをどんどん足,、まあ、足すか引くかしてその480いくつだけ。 456に到達したら次のスキャンラインに行ったねっていうことを、えーえー、と教えてあげればいいとかあのここのスキャンラインレジスターアドレスの 0XFF44 に書き込めばいいということです。はいえー、ととととでタイマーレジスターやディバイダーレジスターと同様にあなこれ必要なんだな。 えとタイマーレジスタとディバイダーレジスタっていうのがあるんですよ。それあるのは知ってるんだけど何かはよく分かんないんだけどえっ、ー、とね一応それも言っとこうか。タイマーレジスタはサマリーにあったかなえっ、ー、とタイマーこれねタイマーカウンターってやつがあってこいつがなんかあとこのディバイダーレジスタってやつがあってちょっと見ると、はい、タイマーカウンターってやつですね多分こ,これだと思う。まあ、この辺 tm とか t が頭についてるやつはタイマーコントロールとかあるからこの辺が全部連動してるんだと思いますけどこれがですねえっ、ー、と tac レジスターで指定されたあこれかクロック周波数で増加しますだからこれも CPU の実行サイクルを足していく過程でええー、増えるあの増えていくっていうものになりますはいでそれが TAC のえー、っとあど、どこだかちょ,っとちょっと分かんないけど、なんかこの辺の指定によって何サイクルで1上がるみたいなことをここでやんなきゃいけない。多分ゲームボーイのソフトからはこれを見て何かの処理をするんで、ここが全然動かないと処理が進まないとかになっちゃいそうな気がする。っていうのが一つ。あと、ディバイダーレジスターってやつがあって、こいつも 確か似たようなもんだったと思うんですけどあれあ,あ出てくんなくなっちゃった出てくんなくなっちゃったはい助産レジスターってやつでこのレジスターは 16384HzSGB では 16779Hz の速度で増加しますってことなんでえー、っと4うん何歩だ <laughs> えーっと えっとえっ、ー、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 とシシえっ、ー、と原文の CPU って 4. 4. 何 MHz で動いてるんで 4. 何 MHz、えー、分,分のじゃないか16384分の 4. 4. 何 MHz じゃなくてえっ、ー、と 4. 何 MHz 分の、うん ?16384 分の 4. 何 MHz で出たクロック数を が、まで到達したら1足すっていうことをしていけばいいようなものになってるはず。<laughs> はい。なんでこの辺もやっていかなきゃいけないっていうことですね。なんかストップされたらリセットされるとかちょっと難しいところありますけど、まあこの辺の実装も必要であればしなきゃいけないということです。はい。で、最後のオペレーター、オペコード実行にかかったクロックサイクルの数をその値から減算することでていうのはこれですね。はい。 スキャンンラインカウンターを制御できます。8目2の章でエミュレートしたメインのエミュレーター更新ループを見るとアップデートグラフィックス関数に最後のオペコードにかかったサイクル数が渡されグラフィックスと CPU の同期を正確に維持できることが分かりますということでアップデートグラフィックスはこんな感じになりますよということが書いてありますが、まあ、この辺の実装をちょちょっとしていきましょうかちょちょっとではないんだけどね。はい。でまあ何をしなきゃいけないかというと まずはどこに何を書くかはまあとりあえず書いてみてどうせごしゃっとするんでそこからどうどうなどうするかという感じですねステップだったかなステップ関数っていうのがあってこれが1命令を実行する関数命令になりあ命令っていうかまあメソッドになってますねでここで1命令実行しました実行した結果 えー、とインストラクションバイトが取れるんだけどインストラクションバイトじゃなくてインストラクションのサイクルが欲しいんですけどそんなのあったっけあないんだインストラクションサイクルを取る命令を作んなきゃいけないかな作んなきゃいけないかもしれない作らないといけないかな ここにはないもんねここにはなさそうな感じがしますねイン,インストラクションバイトがあるけどインストラクションサイクルはないんでインストラクションサイクルを作るものをまず作りましょうかこれはサクッとできるかなインストラクションバイツはここで出してるんで ライトバイトテーブルの代わり、あ、ライトバイトテーブル、ライト、えー、サイクルテーブルというのを書きますか。ライトサイクルテーブル、インストラクションサイクル図というのを作りましょう。ライトサイクルテーブル。ライトバイトテーブルは、ライトバイトテーブルはここ。 あ、こんだけだからすぐできるねはいライトサイクルテーブルというのをもらってきてファンクネームでえっ、ー、とプレフィックスかどうかとバイトバイトコードをもらって U16 を返していいかなはいでオペコードで OP のサイクル図を返してあげればいいはいはいこんだけですねはい じゃあスクレーピングはロッカーコンポーズアップしなきゃいけないかなああロッカー起動してロッカー起動かかりましたねあれ ?OKOKOK えとドッカーコンポーズエグゼックアップバッシュでアッシュで入ってえっ、ー、とリードミーに書いてあるねなんか指定が必要なんでねはいでこれで実行してあげると,、えー、とサイクルバイトという関数ができたはずなのでこれをインストラクションバイツに 上書きしてあげますでそうするとあな何だこれアットあ、最初の命令だけでいいかサイクルズのゼロ。はいまああの厳密にはあの違うんですけどあの分岐した時に分岐が成功した失敗したで サイクル数が違う命令があるんですけどまあそれはまあまあまああの誤、ー、差としましょうか <laughs> そこまで厳密にやんなくても多分大丈夫なはず多分ねはいじゃあカーゴ FMT をかけておかないと大変なことになるんで、はい、カーゴフォーマットをかけましたはいでこれで OK かなそしたらはい出ましたね はい、こんな感じで取れるんで、インストラクションサイクルをここで取ってあげればいいかな。セルフの、あえっ、ー、と、インストラクションバイ、インストラクション、よいしょ。Z のサイクルを、サイクルをここで取ると。 はい、サイクル図をここで取れるんで、はい、ここで取ってこのサイクルをどんどんさっきの命令さっきの関数こういう関数を作ってこのこ,これの引数にするものがこれってことですねはいえー、とこっから先は次回作っていこうと思いますちょっとねまだまだ作るべきものがいっぱいありますけどもだんだんできてくるんじゃないかなこれははい何 <laughs> となくねできない やるべきことは分かってきたので、なんとかなりそうな雰囲気が若干出てきました。はい、ということで今回は以上、時間楽しみにチャンネル登録、高評価お願いします。では。